なんか急に止まった。え、なになになに、他のアイドルさんがやってる時家の方からメンバーが覗いてた。こっちゃん、みゆも手振ってよ。みゆも手振った。あのね、ちょっとだけで、あのね、ちょっと隠れてたけど手振った。なんかね、ファンの人がね、みんなね気づかれたと思ってね、一回ね走ってね隠れたんだけどね、見てたらねめっちゃ気づかれたからね手振った。ハートありがとうございます。来年も出れるといいです。調整して見てて安心して、ありがとうございます。ミータンカラーの色の順番の決まりあるよ。赤ピンク水色、赤ピンク水色。ハートありがとう、たくさんありがとう。素敵でミータンサイディーム作る、え、作って作って、ありがとう。楽しみ、ミータン全開だった、本当にマジでね。え、わかるかな、マジで楽しかったんだよ。ライブ終わった後に話って昨日よく覚えたんでね、ミー忘れてたわ、忘れてた。なんかね、バンザイヴィーナスで、あの、テレテレテテテテあったじゃないですか。だけど今回なくて、テレテレテテテテレテレテテテで更新して移動してたんですけど、その時になんか最初煽る予定で、なんかテレテレみたいな感じで、それなんかちょっと行動が見えないからなんかあんまり面白くないかなって思うんですけど、テレなんかミーがもうすごいなんかすごい煽りをしちゃったら、エラちゃんが練習中でなんかめっちゃ爆笑してて、ミー何爆笑してんだろうと思って、終わったらなんかすごい真似をされて、めっちゃ面白くて、ちょっとそれを言いたかったんですけど、動きが面白かったっていう、ちょっとわかんないですよね。星ありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、ぴょんぴょんしている人だしね、マサイはジャンプのこと。あ、なるほどね、確かにね、ジャンプするのすごいよね。なんかめっちゃさ、うちらぐらいにさ疲れそう。まさに、え、ジャンプすごいよね。みんなすごい。NGF も19年。え、そういうスキン雨に強いよね。思った。焼き芋も楽しんだから見つかるとヤギさ、ヤギやられされそう。焼き芋もね、めっちゃ楽しいって言ってました。明日の制服の、ありがとうございます。まさい族は縦に、あ、縦にめっちゃ綺麗だよね、飛び跳ねるの。すごいね、思ったりしました。まあまあ結構公園に入りますよ。結構公園に入るけど、最近はなんかあんまり来てない。可愛い、ありがとうございます。意外とミータン、え、そう、たくさんミータンたくさん見れてね、ありがとうございます。嬉しい、それはおめでたい。そう、あれですか、ケーキかな、妹の。あ、そうそうそう、なんかキャラ変わったよね。じゃ、なんか変わったっていうか、なんかミユはすごい、なんかまだ配信の時とか緊張してたりも気遣ったりもしててですけど、最近はなんか、なんだろう、緊張しなくなったので。妹さん、妹さんおめでとう、ありがとうございます。言っときます、パパの推しは西井美代さんがめっちゃ推してます。あとリーナさんのことも推してます。今日みゆちゃん可愛かった、嬉しい、ありがとうね。あか、妹ちゃんないの、あ、妹ちゃんないのね、妹ちゃん立場でありがとうございますって言っても言うと思います。アーカイブないの、あ、毎年なんだ。え、妹の誕生日そう、妹事前に配信ある告知をしてくれ、ごめんね。そう、なんかあれ、そう、めっちゃギリ、あのモバメでは言ったんだけど、めっちゃギリギリにあの通知のなんだっけ来るようにしちゃった。妹さんおめでたい。そう、妹は何歳になるんだろう、もうね、わかんない、何歳なんだろう。サータ久しぶりに12期、そう、めっちゃ楽しかった、久しぶりにね。そう、制服の目公演もあんまり最近は一緒に出れてなかったので、めっちゃ久しぶりに出れてね、楽しかったです。あ、そう、やりとり見ました、見ました、見ましたよ。ぐちゃぐちゃ顔じゃないですけど、そう、明日のためにね、今日は早く寝ます。明日も公演があるのよね。公演とかフェスとか大好きなので、イベントも。あ、わかりますか、まつげ、まつげわかりますか、これね、ビューラー何もしてないの。マツパっていうのをしたらめっちゃこんなに上がるようになって、すごくない、こんなに上がるんだよ、すごくない。
トーク会で一緒に、トーク会で、あって言われて、あ、あの言ってくれたらやるよ全然。すぐ踊れるから。昨日は楽しみにしか、楽しみしか言ってないくて、今日は楽しかったし、確かに。え、本当にそう。え、でも本当にそうなんだよ。するほど楽しみで楽しかったんですよ、だから。若いから寝たら、そう、寝たら治るよ。みーもすぐ寝たら治るんですよ。みーちゃんが可愛くてこの世の中に見つかる。え、嬉しい。ありがとうね。ありがとうございます。手振りすぎて肩痛いんじゃない？え、なんかね、あ、そういうこと？なんでだろうね、肩痛いの。お風呂入ったらね、眠気やばそうだし、なんかマジで最近眠くて、どこでも寝れるんですよ。今日は寝れなかったけど、マジでね、めっちゃ寝れちゃうの。今日くらい、前もっと告知してくれた。え、そうだよね、そうだよね。もっと早く告知すればよかった。明日もこれなら頑張ってる。頑張ります、ありがとう。休めるときはしっかり休みます。笑顔を見ながらありがとう。今日はみーちゃん一番、え、そう、めっちゃ元気だった。なんかみゆは、そう、みんな体調悪かったりしたんですけど、みゆなんか映んなくて、誰からも。だからなんかびっくりした。なんかさ、結構映らないんだって思って、体が強くなりました。いろいろな人に見つかる。え、嬉しい、ありがとう。昨日の配信マジで神配信。え、嬉しい。ママのカッパから、ママのカッパから飛ばったんだ。ハートありがとうございます。秋風に揺れながら色づくな、ミキミーチ。え、めっちゃニューエイジャー好きなんだね。走ってくる、え、そう、隠れ、なんかね、そう、え、なんかめっちゃね、見られてみんなに、だからやばいと思って、誰も気づいてないと思う、だから上から見てたんですけど、みんなに気づかれてたっぽくて、行かなきゃと思って隠れたんですけど、でも目合って、あ、待って、スキーのファンの方じゃんと思って手振りました。二人いるなと思ったけど、そう、ミュータンもいたよ。ミュータンも、そうだよ、ミュータンいたよ。赤ピンク水色、そう、赤ピンク水色。え、本当にミュータン会えてる、ありがとう。NGF 去年までコール禁止だったんだ。 NG だったんだ、塾長。なんかあの今日のダダダのところで、んゆあちゃん、みゆ、こっちゃんが並んでるところがあって、めっちゃそれがねすごかったの。由来はアフリカのマサイとか、あ、そうなんだ。そうなんだね。あれ一回やったことあるけど、結構疲れる。え、もう絶対疲れると思う。だってあれはマジで疲れると思います。塾長はドスコイボンジュールでもよく笑う。塾長はドスコイ、そう、塾長マジでね、めっちゃすぐ笑うよ、マジで。ミータのダンスキリキリして、ありがとうございます。妹さん、まゆちゃん、まゆちゃんじゃない。まゆちゃんじゃないよ。みゆちゃん、まゆちゃんじゃないです。まゆちゃんじゃないです。今の確認できない、ちょっと心配。明日これで行けちゃうから、その時に確認、あ、そうですね、明日確認できますね。ありがとうございます。顔というか、だんだん自然なみえちゃん、そう、自然なみえちゃんですね、はい。今のみえちゃんも素敵、ありがとうございます。僕はみーちゃん、あ、そうなんですか。あんずさん、あんずさんとココミンとこっちゃん、ゆわにゃん、え、押してくれたら嬉しいです。妹と仲直りしましたよ、今日は。妹と仲直りはしましたね、しました。妹さん、さつきちゃんとみやびむと同い年、同い年、同い年。そう、妹さんにはプレゼントをあげますよ、みえば。でもなんかすごいお願いばっかりしてくるんですよ。なんかスマホのカバーちょうだいとか言ってきたり、なんか何々ちょうだいとか言ってきて、なんか喧嘩するとあげたくなくなるじゃないですか。だからなんかいつも、もうプレゼントあげないから、あげないしとか言ったら、なんかなんでとか、なんでめっちゃ言ってきて、めっちゃ喧嘩するんですよ。なんでとか、そう、出演できてよかったです、本当に。てるてるのアイドルミーター、ミエモン定期的にショールームに、あ、そう、出演希望、そうだね、ちょっとちょくちょく出演希望してもらわない、出演してもらわないとね。マスパってすごいな、マジですごいよ、マスパ本当にね、もうびっくりした。2回目なんですけど、まつげかわいい、マスパ効果本当にすごいよね。めっちゃ上がってる、綺麗に。かわいい、ありがとう。てるてるみゆもありがとうございます。かわいい、ありがとう。
きれなね、最新じゃない、最初から素ですよ。明日 DM で見るね、ありがとうございます。あ、そっか、明日もあれですよね、なんかお昼ぐらいに分かるんだよね。どうせっか分からないけど明日も行く。ありがとうございます。本当にマツファミータンかわいい、ありがとう。まつげパーティーじゃん違います、まつげパーマです。今回の練習ママにコールはさせてないんですけど、なんか隣で詩人を踊ってたら隣で入ってきて、あとゴナジャンプも入ってきました。それ以外はね、なんだっけ、踊れないと思います。アンドさんも眠い、あ、本当ですか。アンドさんもそう、明日の子、お、本当にマジでありがとう。体調悪かったのはボンさんとかき、ボンさんとかきさんってでもみんなねみんな体調悪かったのかな。でも12期は結構、え、ありがとう、ギフト I love you のギフト、ありがとうございます。ありがとう、みーたんかわいすぎやろ、ありがとう。テレビ局初めてです本当に。てかさ、みーたんのせいで推し見てもときめかない、でもありがとうございます。いつもなんかみゆのことも応援してくれてありがとうございます。声が一気に、え、そうだよね、見えた、はなちゃんの花、そう、3人で並んでる、え、本当にありがとう、よかった配信からの今日のこれ、え、じゃあ本当にもうマジでびっくりしたの、みゆはすごいね、嬉しかったんですよ、びっくりした。なんかね、本当にね、みゆのコールもすごいし聞こえたし、 SK 全体のコールもめっちゃ聞こえて、ハートありがとうございます。自分はパレオでサーさんと背中合わせるところがすごく、え、そう、ミウはそこ好きだったの、こうやってどこか違うね、僕は君に恋をしてしまった、表情で楽しそうだ、え、めっちゃよかった、え、よかったよかった。妹ちゃんは見に来てない、妹ちゃんはね、なんかね、友達と出かけてましたなんか最初来る予定だったんですけど雨がすごいからなんか行かないとか、なんかちょっと前に言ってて来なかったんですよ。みゆちゃんって怒ったらどうしてちょっとこれはね、怒った姿を見たらね、みゆのことを嫌いになっちゃわないでね、足痛い、嫌いにならないでくださいね。怒ったらめっちゃ怒りますよ本当に、なんで意味わからんし、なんで13歳ですね、お姉ちゃん怖い、そう、あの妹の方が怖い。お誕生日だけは喧嘩したくない、妹のやりとりかわいらしいiPhone の ProMax 欲しいとか、え、それは言われないんですけど、なんか妹は iPhone の SE 使ってて、なんかみゆがめっちゃ好きっていうか、フレンチブラザーっていうパンのスマホカバーとか使ってるんですけど、そういうのが好きらしくて、なんかこういうのとか欲しくてとか、なんか何欲しくて、あとなんか、あ、今名前言いそうだった、危ない、なんか何々の誕生日プレゼント決まったとか言って、決まったって何って、決まったんじゃなくてみゆが決めるんだよと思って、決まったんだよ、みゆがこそっと渡そうと思ってるのにまだ何も考えてないんですけど、そう、スマホコマなんでミヤビームの年齢13歳で、え、すごかったよね本当に、めっちゃね、みんなね、はぁーってすごかった、怒るところも変え、でもうね、めっちゃ怒るんですよ妹、そう、みんなサツキシとミヤビームのね年齢いったらびっくりしてた。あ、そうだね、またスクショタイム、じゃあこの子たちも出演してもらいます。待って、まつげめっちゃかわいい、ありがとう。定期的にやりたいですよね、だってさ、ビューラー投げたらさ、メイクの時間もめっちゃかとっちゃうしさ、そう、あ、そうだね、後ろに飾って、カーテンのところに飾っとこうかな。そう、なんかね、詩人はあのサビを踊れるんですよ。あ、でもここも、ここ踊って、トゥン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 踊れてたゴナジャンね、踊れます。あ、違う、サビだけだよ、ここだけだよ、ここだけだよ。ココミも、そう、ココミもね、めっちゃ咳もしてたからね、だけど治ったからよかった本当に、マジで。こうやってなかなか応募すらできなくなってきてる、すみません、え、マジで大変なんだね。
ミータのポスト見てありがとうございます。コールしてためっちゃ楽しそうだった、本当にマジでありがとう。で見えてた推しには言ってもらえないけど、あのねオーバーチャーが始まって SKE48 の時にあの下手だったかな、下手あの見えた見えた、そうなんかねサビだけは踊れるんですよ。おつみーたんで、なんか今日妹がめっちゃ勘違いしてたことがあってもうめっちゃちょっと煽っちゃったんですけど、なんかあのママがケーキ買ってきたかな後で食べようねとか言ったら、なんかなんだっけそういうのはサプライズにしてほしかったとか言い始めて、いや今日はミユのそのパフォーマンスがパパとかママが見て感動したからそのケーキを買ったのに、なんか自分の誕生日のなんか前の日のケーキだとか勘違いして、なんかそういうのはサプライズにしてほしかったとか言い始めて、いや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 あなたじゃないからってめっちゃおもろくて、なんかあなた今日誕生日じゃないよね、明日だよね、そう明日妹、今妹名前の明日食べれるからねみたいな、今日はミユの公演じゃなくてフェスがあったからだよって言ってちょっと煽りました。怖くない怖くない怖くない、妹さんに怒るみーちゃんゆりすが見えてますけどそうですよ、めっちゃ怒りますよ、だってね兄弟だから喧嘩します。妹ちゃんも一日は自分の名前なのか、え、そう一日は自分の名前なんですよ、みゆ妹の名前みゆとね名前が似てるからね、似てはないか似てはないけど、まあ名前は似てる、似てるっちゃ似てるので、ね、面白すぎる名前危ない危ない、もうさ松川みゆじゃん、本名もう出てるじゃん、だからさもう妹の名前言っちゃったらもう全部がわかるよね、フルネームこれで確認できたらよかった、シーサードラ、え、そうありがとうね、ありがとう、そうです、てるてる坊主、昔その話で流れ弟の名前を思わず言ってしまったメンバーがいた、今あそうなんですか、みゆも本当にさあの自分の妹の名前は名前で呼んでるからさ言っちゃいそうなのね、なんかいつもこうなる、てるてる坊主作ってる、そうそれダメやんだんだよ、そうそうそう、みゆちゃんに感謝ありがとう、そうこれこれでね、この前の話で自分の名前に振り仮名つけるの、え、そうだよね、そう、あ、ごめん、機能さんとか読んじゃったよね、ごめんね、ありがとう、ごなちゃんめっちゃ可能性、そう花ちゃんセンターだったよね、ごなちゃん、みゆちゃんは結構煽れちゃうんだね、そう妹にね、妹にそう妹に煽りますね、可愛すぎるやろ、可愛すぎる、そう自分の誕生日ケーキだって勘違いしてて、え、みゆのだからって、あなた明日誕生日でしょ、やばいですよね、そう前夜祭だって思ってるから妹、可愛いよね、そうココハちゃんもね、ココハも体調もね良くなって本当に良かった、今日はね一曲歌おうかなーって、なんかさこれ充電してて今やばだ、やばいやばい、待ってやばいやばい、なんか怖いなこれ、あ待ってやばい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 、うなんかねちょっと汁がかわいらしいじゃん、妹さんはケーキはショートケーキも好きだしチョコも好きです、何でも好きですね、でも今日はチョコのクマのケーキじゃないけど、なんかということで歌いたいと思います、何歌おうかな、で今日はまずパレオはエメラルドを歌いたいと思いますね、
てくれる。魚をやり忘れたのが今めっちゃ焦った。ちょっと待ってね。ちょっと魚もやりたいのでもう一回歌い直します。なんか声がやばかった。ちょっともう一回ちょっと歌い直しますね。歌い直します。ちょっとね、今ね、あの珍しい魚ってコメントが来た時にあやばいと思って、あ逃したと思っちゃって、ちょっとなのでちょっと悔しいのでもう一回やります。なんか声がさ、やばいんだけど、やばくはないけど、なんかお魚ちゃんとやります。
ありがとうございますということで、まあ、今日はあともう一曲歌うんですけど、ミエナファンの方がずっと、ね、歌ってほしい歌ってほしいって昨日も言っていたので、ニューウェイジャー歌いたいと思います。少女よパチパチたくさんありがとう。寒くて涙を倒ろうかな。過ぎてく季節は何の後悔もなく、カレンダーの次のページめくるのだろうか。愛しいこの時は永遠が泣いて、気づいてはいたけれど認めるのが怖かったよ。ずっと一緒にじゃいられないんだ、青春は息を呑むんだ。やりたいこともっともっとやらなきゃ。この先はまさらなんだ、なんだってできるってことさ。春夏秋冬新しい花が咲く。座ったままいつまでも話し込んで帰るタイミング失ったよ。真上に星空やっと気づいた頃、お互いの夢と未来打ち明けられたね。若さの使い道無駄にしなくなくて、石橋を叩くよりその一歩目踏み出すのは僕だわね。めっちゃパチパチ。虹ありがとう、虹ありがとう、虹じゃんか、ありがとうございます。本当に虹、虹ありがとう。待って、なんだっけ、あと1曲は、もうあと1曲は、あと1曲終わったらちょっと今日は終わりたいと思います。絶対ここら辺にあるはずなのに、え、ないの、え、ないの、ないことある、ありました、ありました。もう今日はもうすごい楽しかったということでね、ゆみ先生ありがとうございます。そう、ゆあみゆです。あ、かわいすぎて泣いちゃった、上手すぎる、ありがとう。いくぞー、あー、はい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 、あー、ねー、場所
こからじゃあなたが見えない、目立つように何見る、どんな言葉で叫んでも街のノイズに消されて、はっきりとは聞こえないし、それじゃ思いは伝わらない、恥ずかしいならやめとけ、その程度の情熱でしょね。その存在気づかせてよ、ねえ愛しているなら全力でジャンプして、もっとクレイジー私にちょうだい、あきれるくらい揺らぎ、ハートめっちゃあるじゃん、ハートありがとう。あとなんだこれは、ジャスミンみたいなクマさんありがとうございます。めっちゃハート、ハートめっちゃすごいすごいすごい、ハートめっちゃハートあるじゃん、やば、ありがとうありがとう。ミラーボールもありがとうございます。みえちゃんの元気いっぱいの歌大好きありがとう。ちょっと投票機能つけておきますね。それでもうすぐ誕生日見ます。
ありがとうございます。ということで皆さん壇上を読みますが、本当に今日は楽しくて、なんかめっちゃ楽しかったなーって思いですごく今過ごしてます。余韻にめっちゃ浸っていますね。スクショタイム、スクショタイム、やっぱりなんかね、昨日のみんなポストしてくれてたのを見て、なんか本当にみゆ顔丸いなって思いました。楽しみで本当にね、マジでよかった。配信もありがとうございます。フェスで燃え尽きないね、明日、そう明日からも楽しく頑張りましょうね。本当に今日は楽しかったから終わってほしくない。本当にそう、マジで今日楽しかったよね。私も楽しかった。また劇場でパフォーマンスね、来てください。ぜひ今日みゆちゃんのサイリウム買ってなかったね、はなちゃんに。え、そうなんですか。そうだな、そう、みゆえんの、みゆえもんの効果がすごいですよ、本当に。お顔の丸もサムも大好きな、あ、そうなんですか。そう、あ、きょうかさんこれ、確かにきょうかさんこれ、僕の好きになるか丸が動いて、え、そうなんですか。みゆめっちゃ丸顔なの、マジで丸、丸が可愛いんで、ありがとうございます。で、もう終わっちゃったよ、6月も終わります、もうすぐ。ということで壇上呼びたいと思います。20位しまっちありがとう。19位ダンシンモンキーありがとう。18位ヨシさんありがとう。17位 ラブ太郎さんありがとう。16位カズさんありがとう。15位てっちゃんありがとう。14位さかなさんありがとう。13位ハリーさんありがとう。12位マーさんありがとう。11位岩崎清さんありがとう。10位トゲトゲの方ありがとう。9位石切さんありがとう。8位モスさんありがとう。8位待って、9位あれ、9位アンディさんありがとう。8位石切さんありがとう。7位ダンシンモーキーさんありがとう。6位春龍さんありがとう。5位オッチーさんありがとう。4位京都マスさんありがとう。3位ゴーさんありがとう。2位アブさんありがとう。1位じゃらんじゃんツーさんありがとう。ということで今日の31番のミータンデーはじゃらんじゃんレナパパありがとう。ありがとう、ありがとうね、みんな本当にありがとうございます。マジで声がやばいですね、ちょっとだけ。ありがとうございます、たくさんありがとうございます。ありがとう、丸顔でもありがとうございます。あれ、ありがとう、お疲れさん、ありがとう、あ、ありがとう、ありがとうございます。来月ね、よろしくお願いします。明日のね、明日もよろしくね。本当に今日はありがとうございました。ありがとうね、本当にめっちゃコール嬉しかったです。ありがとう、みゆちゃんありがとう、ありがとうね、今日も本当にペンライトも。それに難しかった曲は、パレオエメラルドですね。おつみたん、こう花ちゃんに見さされ発信されないので、今度みゆちゃんが、あ、わかりました、わかって。ありがとうございます、好きになる、ありがとうございます、ありがとうね。ということで皆さん、今日もポストしてくれたら嬉しいです。本当に今日はフェス本当にありがとうございました。皆さん朝からありがとうございました。そしてたくさんコールして見に来てくれてありがとうございました。明日は制服の目公演なので、皆さんで楽しんでいきましょう。ありがとうございました、おやすみ、ありがとうね、バイバーイ。